皆さんこんにちは。今日もよりこメイクアップチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。よりこです。はい、やってまいりました。11月のフェイバレットです。早いものですね。もう12月です。あと1ヶ月。本当に今年1年早かったですね。そしていろんなことがありましたね。まあそのいろんなことはね、あの時々にお話ししているので、まあ皆さんいろんなことはご存知だと思いますけど、でもとにかく去年の12月ぐらいからいろんなことが動き出して、今年1年本当に私の人生をすごい大げさなんだけど、人生を左右するぐらいいろんなことがありましたね。まあでも中でもこの YouTube を始めたことが一番の、まあ、ビッグニュースですね、私にとっては。そしてたくさんの、皆さんにご覧になっていただけたっていうことが、私の中ではもう一番の、今年一番のニュースです。なんてまた師走の挨拶みたいなことをしておりますが、はい、まだ11月のフェイバレットでございますということで、早速11月のフェイバレットを始めていきたいと思います。まず、最初はメイクから。はい、私の大好きなマジョルカから、ジェルリキッドアイライナー、ね、リキッドなのに、ジェル越えの仕上がりということで、そのキャッチに買ってみたんですね。このキャッチを見てと、あと12時間仕上がり持続テスト済みっていうキャッチで、もううーんと思って、何と思って、もともとマジョルカは大好きなので、でずっとこのアイライナー、これではないんですけど、もう一つのアイライナーを使ってましたし、皆さんよくご存知だと思いますが、私はマジョマジョのマスカラが大好きなので、何と思って買ってみました。今日もつけてます。目尻のこの跳ね上がりが12時間持続しますみたいなことが書いてあってありましたので、何と思って買ったのがこの、ジェルリキッドアイライナーです。でもね、確かに、この前に使ってた電話がかかってきてしまって、なのでこの12時間この跳ね上がりが取れるっていうのの話で、まあ、これを購入しました。でしばらく使ってみたけど、まあこの跳ね上がりはどうにしろ持ちはね、いいみたいですね。ムラにもならないし、あら、ちょっとムラになってるかしら。ムラにもならないし、発色がすごいいいです。私が買ったのは、ブラウンなんですが、すごいしっかりと。前はなんか水っぽい感じがして、すぐになんかムラになっちゃうような感じがしたんですけど、今回のは大丈夫みたいですね。で、ブラウンなんですけど、黒に近い色ですね。こんな感じで、はい、これが、11月のフェイバレット。まず一つメイク。次に、前回リップマニキュア、こちらですね、レビューあげたりいろんなことをしても、あれなんですけど、これももちろんフェイバレットです。っていうのが、リップの下地に結構いいことが分かって、今日もそうなんですけど、これを下に薄く塗って、例えば私の好きな、メイベリンのリップシャイニーとかをこう塗ると、割とこういう感じで発色が良くなって色持ちも良くなるのでいいなということで、まあ、これだけで使うのはちょっと色が強すぎるんだけど、何か口紅の下地、他のものの口紅の下地にするのはすごく持ちが良くなっていいということを発見しました。
でこれを買った時に実は一緒に、リンメルのこちらのアイシャドウを購入しました。こちらのアイシャドウは、デュアルアイカラークリーム&パウダーというアイシャドウになるんですが、こちらは、こちらの色は003番クラシカルな印象のオールドローズという色になります。ちょっとここのところずっとこういう感じの色にはまっていて、こんなような色ばっかり買ってるんだけど、ここの大きい色、この大きい色がちょっとクリームタイプになってまして、これでメイク動画実はもう撮ってあって編集するだけなんですけど、こんな感じのちょっとなんていうのかな、シックなピンクに、ここのこっちの色がサラサラのパウダーになってて、ちょっとブラウン、バーガンディっぽい感じ、バーガンディのようなプラムのようなっていうちょっと微妙な色なんですけど、すごいパールがね綺麗で、でも上品なパールなので結構今日も実はつけてます。はい、これもすごいお気に入りで、これは1000円です。はい、で柔らかいクリームタッチで目元にしっかりフィット、吸い込まれるようなツヤ感で目元を引き立てますっていうことなんですが、確かにこれはすごく発色もいいし、すごい優しい感じの色合いになります。ちょっとこのこれをつけてるメイク動画はもう少しお待ちください。はい、それからちょっとごめんなさい、ティッシュ取ります。それから、ブラックフライデー、ブラックフライデーのセールで買ったものがありまして、これがですね今更なんですが、ヘレナのラッシュクイーンミスティブラックウォータープルーフ、これを買いましたねえ、こんな今もうこれすごい人気だったけど、もうすっかり流行り終わっちゃったと思うんですが、通常プロパーで買うと4800円のところ、そのブラックフライデーのセールで1600円に、並行輸入のお店で1600円ですよ、1600円。このマジョリカマジョルカのラッシュエスティシャンとかは1200円ですよね。何ら変わりはないみたいなね、400円しか変わりがなくて、このラッシュクイーンミスティブラックを買ってしまいました。そして今日つけてますけど、さすがヘレナ様のマスカラだけありまして、もうバッサバサな感じになるんだけど、ブラシが結構ねちょっと面白い形で、こなんていうのかな、溶かせる方のブラシとマスカラをつける方のブラシとって、ちょっとマジョルカマジョルカのマスカラに似てるんだけど、結構な感じでいっぱいついてカール力もあるし、さすがなんか、10冠受賞ということで、すごいいろんな賞を受賞してるマスカラだけあるなと思って、今更なんだけどこれを買って今私の中ではフェイバレットしています。はい、ラッシュクイーンミスティブラックウォータープルーフ、これが11月のフェイバレット。はい、以上でメイクの方は、終わりです。で次に、スキンケア、ね、スキンケアの方に入るんですが、はい、先日もちょっとツヤ肌作りのルーティーンのところでご紹介しましたが、こちらナウフーズの、モイスチャーライザーでビタミン C& シーバックソーンシーバックソーンです。はい、こちらはですね、効果は、まあ、先日もお話ししましたが、まあ、大体オールスキンの方に、これねほらまだまだ残ってるでしょって、それはいいんですけど、オールスキンの方に、使えるクリームで、色のアンバランス、まあ早く言えば色ムラですよね、色ムラとか、あとくすみ、ニキビ跡、シミなどに効果が、まあビタミン C が入ってるからということと、あとシーバックソーンがビタミン E がすごい豊富に含まれている
なそうで、老化防止の効果などもあるし、細胞促進などの効果もあるということで、あと敏感肌の方にも使えるっていうことになっています。商品説明はね。で、私が好きなのはまず、ヒアルロン酸クリームよりも、みずみずしいテキスチャーで、まあ、馴染ませてる時は白っぽくはなるんだけど、ヒアルロン酸クリームほどじゃなくて、で、あともう香りが、前にも言ったと思うんですけど、オレンジジュースの香り、それがもう最高に私は好きですね。はい、だから朝晩使えますので、で結構ね、保湿効果も高いので乾燥もしにくくなりました。なのでこれ使い始めてからね、ちょっと肌色が明るくなったかなっていう気はします。はい、こちらです。おすすめです。はい、スキンケアは以上の1個だけになりまして、今度はヘアケアもの。ちょっと最近、髪の乾燥が進んでいたので、ヘアマスクはないかなっていうので探していて、たどり着いたのがオロフルイド、オロフルイドという、ヘアシリーズ、ヘアブランドシリーズから出てますヘアトリートメント、アジアゼンコントロールマスク、アジアゼンコントロールマスクになります。で、これの効果は椿オイルなどアジアを由来とする成分を配合したエキゾチックなゼンシリーズ、ゼンシリーズって、ゼンシリーズっていうことです。アジエンスみたいな、何シャンプーでありますよね、アジエンスでしたっけ、それみたいな感じなんだけど、配合されているものとしてはバンブーエキス、米ぬかオイル、の相乗効果でもつれにくくまとまりやすい髪へと導くヘアトリートメント、ダメージを修復しキューティクルを整えます。またアミノ酸複合成分が髪を芯から修復し、ケラチンプロテインが髪表面をしなやかにしますということですね。で、私が買ったのはこれサロンサイズです。なので美容室とかでも使われてる、ものになるんですが、使った感じは本当にまとまりやすくてツヤが出ますね。で、絡まりにくいし、朝起きた髪も本当にサラサラしてて、気持ちがいいです。あと香りが、私これも全然知らないで買ったんだけど、私の大好きな前の、まあ結構前のフェイバレットでご紹介してます、リッチスパ、ジョンソン&ジョンソンのリッチスパのザクロ&ジャスミンでしたっけ、そちらの香りとまるっきり同じなんですよ。まるっきりって、ちょっと匂い比べてみて、若干ザクロとジャスミン、リッチスパの方が若干香りは強いかなとは思うんだけど、だからなんとなくこうエスニックな香りではあるんですが、特に嫌いな香りではないです。で、すごく質感もいいし、なんて言ってもコスパもいいので、これ500ミリ入って2980円なので、かなりコスパもいいですね。私が買った並行輸入のお店ではどれ何パーセントオフなんだろう、ちょっとそこが書いてないんですけど、まあそんな感じ、そんな感じですね。はい、これおすすめです。これすごいいいです。コスパもいいです。はい、最後にこれもさっきのヘラノのマスカラじゃないけども、昔から結構もうブレイクは過ぎちゃってると思うんですが、私ももうかなり長く使ってるんですけど、最近また使い始めたので11月のフェイバレットに入れました。お友達が、バリ島が大好きで、いつもお土産に買ってきてくれて初めてこのエリプスに出会ったんですが、エリプスヘアオイルに出会ったんですが、それがもう結構もう10年近く前になるんですね。で、彼女が、バリ島に行くたんびに買ってきてくれて、これも実は、お土産で買ってきてくれたものになるんですが、エリプス、これね、バリ島では、じゃあまずエリプスを知らない人がいるといけないので説明させていただきますね。
エリプスヘアオイルはバリ島で生まれた天然素材のヘアオイル、ね、日本に比べて紫外線の量が約3倍から5倍多いバリ島、そんなバリ島の女性たちがダメージヘアを防ぐために使っていたものになります。そこから火がつきました。で、全部で5種類、5色、この色が5色ありまして、私の使っているこの紫は、パール、まあ、紫ですね、カラーリングによるダメージヘア用、ひまわりオイルやアルガンオイル配合でカラーリングの持ちを良くし、ダメージもヘアケアしながらツヤもアップ、ミックスベリーの香り私の大好きなベリーの香りです。ほんといい匂い、これを。でもちろん、品物もテキスチャーもすごくいいです。で、これね、日本に一時入ってきて、まあ、今最近でも、まあ、もちろん並行輸入のお店とかでも買えると思うんですけど、ね、プラザが売り始めてて、プラザで確か1800円だったんですよ。でもバリ島だと800円するかしないかで買えるらしいんですね。で、まあね、この間の BH コスメティックスのお話でもそうでしたが、日本にこう輸入してくるとどうしても送料がものすごく高くなるから、どうしてもそれくらいになってしまうのは、まあ致し方ないんだと思うんですけど、まあそれにしてもね、ちょっと日本で買うと高いですけど、すごくいい。まあ一個一個こうやって開けて中蓋を外すと、まあ一個一個お顔につけるオイルみたいな感じで、こういう一個一個の大きさになってるんですね。でここをこうプチンって切ると、中からオイルがビューって出てきてっていう感じにはなるんですけど、これも本当に素晴らしい製品なので、まあ随分前から使ってはいますが、まあ、今回11月のフェイバレットでご紹介いたします。で、じゃあこれの匂いとこれの匂いとぶつからないのって、全く違う匂いなのでぶつからないのっていうことなんですが、私もすごい気になってこれを使い始めた時に、朝髪の香りを香ってみたら、これの香りはもうほとんど朝起きた時は残ってなくって、まあ大丈夫そうだなと思ったのでエリプスつけました。でエリプスの香りはほぼ一日中残るので使ってみたんですけど、全然問題なく使えたのでよかったと思って使ってます。はい、以上で11月のフェイバレットは終了となりますが、いかがでしたでしょうかね。ところでね、まあ、11月フェイバレットもそうなんですけど、よりこのぼやきがちょっと言っていいですか。よりこのぼやきで昨日ね、ニュースも見られて、実際に被害に遭われた方もいるかもしれないんですが、小田急線の、お客様同士の喧嘩、まあお客様同士って言っても、まあ野郎同士の喧嘩なんですけど、これね、私も実は小田急線ユーザーなので、まあ、よく見かけます。まあ、小田急線に限らず電車の中でよく見ます。男性の小競り合いね、もうちょっと前に行けよとか、ぶつかったとか押したとかっていうので、まあ女性も結構あるとは思うんですけど、女性の場合だったらきっと睨んだりとかってやったりとか、まあその程度では女性同士がこう殴り合いの喧嘩をするとか、そういう電車を止めるまでのそういったことはないとは思うんですけど、男性の小競り合いになると熱くなっちゃって、こう殴り合ったりね、掴み合ったりっていうことで電車を止めるってしまうってことが多々あると思うんですね。で私もよく見かけて、小田急線は特にそういうのが多くて、でもう本当に電車が止まもう遅れるからやめねーってもう叫びたくなるぐらい頻繁に見かけるんですけど、今回のはひどかったですね。7時間近く遅れが出てしまって、しかもなんかその訴訟、その止めてしまったことによる訴訟で、その方たち実際に冷静になって考えてみたら、どんな大変なことをしてしまったんだろうっていうふうに
多分思ってらっしゃると思うんですけど、まあ発端はね、なんだかコートがなんかお顔にパタパタしたとかしないとかっていう本当に些細なことで、やっぱりなんていうのかな、男性がおかしいって言ったら変なんだけど、なんかニュース見てると、男性絡みのニュースを見ているとなんかちょっとおかしいなっていうようなニュースが多すぎませんね。なんかだからちょっとここで言わなきゃと思って今日思ってしまったんですけど、皆様はどう思われますね。短期は損期よね、本当にそう思います。はい、すいません、ぼやかせていただきました。はい、この動画がいいなと思われた方は高評価ボタンお願いいたします。インスタグラムやっておりますのでフォローの方お願いいたします。Facebook、それから Twitter、アメブロはインスタグラムから連動して、アップしておりますので、まあ、もしご興味がある方はご覧になっていただければよろしいかと思いますが、まあ、インスタグラムをフォローしていただければ全ての記事が大体同じような感じで載っておりますので、まあ、インスタを一番フォローしていただくのがよろしいかと思いますので、インスタの方フォローをよろしくお願いいたします。では本日も最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。また次回 YouTube チャンネルでお会いいたしましょう。よりこでした。またねー。